ジャニー喜多川のによるですね、少年に対する、まあ、性的な犯罪についてですね、口火を切ったのはまさにカウアン・オカモト君なんですよ。で、まあ、これを去年の11月に取材したのがガーシーですよね。3月に私がロングインタビューさせていただいて、4月の20日に、まあ、NHK の政見放送で流したと。まあ、そうするとこれがやっとですね、カウアン君が特に頑張ってくれたこともあって、ネット上から火がついて、やっと今テレビが報道するようになったと。で、そんなさなかですね、なんと立憲民主党が明日12時から性被害児童虐待国対ヒアリングということで、これカウアン・オカモトさんと橋田康さんかな、2人を呼んでですね、ヒアリングをして法律的な課題の整理をするというような話が来てまして、もう立憲民主党いい感じなのやめてください。それはもうあなたたち全くここまで何にもしてなかったでしょう。急にテレビがやりだしたからってカウアン君を独占するようなことやめてください。こういう時はちゃんと国会全体で聞きましょうよ。別に NHK 党がこれカウアン君の政見放送を4月の20日に流した、 NHK 党として何か手柄を主張するとか、そういうつもりはないです。もちろんできるだけ多くの国会議員や世間の人に、被害者のねカウアン君も橋田さんもですね、知ってほしいっていうのはいいんでしょうけど、もう立憲民主党のヒアリングなんか受けたら、これもう本当今最悪ですよ。もちろんね、今カウアン君にも LINE をしてですね、ちょっと考えますって返事をもらってますが、これはさすがにやめといた方がいいです。だって立憲民主党と組んだらもう政治的な色がめちゃめちゃ出るじゃないですか。最近で言えば森友学園も、これも立憲民主党と組んでですね、籠池さんどうなりました？結局全然問題解決されずに籠池さん塀の向こう行っちゃいましたよね。 Me too とかなんかやって、伊藤詩織さんかな、立憲民主党と組んでですね、変な色がつきましたよね。あの人もそうじゃないのかな、森友学園の財務省のですね、赤木俊夫さんの奥様ですよね。なんかね、ちょっと立憲民主党に最初にヒアリングをして報道に期間出るとね、これ絶対イメージ悪いです。カウアン・オカモトさんから話を聞きました、これを問題をなんか立憲民主党やりますってなったら、もうカウアン・オカモト君も最悪なイメージがつくので、これさすがに立憲民主党それはやめましょうよ。そういうのはカウアン君は別に NHK 党を支持してるわけでもなければ、まあ、支持してくれてるかもしれませんが、少なくとも政治色がない人を立憲民主党が連れていくっていうのはマイナスでしかないでしょう。あなたたち立憲民主党の人たち、ちょっとやり方がねせこい、こすい、ということで、ぜひねこれカウアン君は断ってほしいと思っております。で、本当にねこのジャニーズ問題相当色でやってくれてますので、やっとねメディアが騒ぎ出したので、この問題徹底調査しないと、ジャニーズ事務所の所属のタレントっていうだけで仕事が回ってこないというところまで来てると思います。でも本当すごいですね、もうカウアン・オカモト君の力、そしてそれを昨年広めたガーシーの力ですよね。で、これをやるんだったら立憲民主党はね、綾野剛君連れてきたらって話ですよ。同じことやってるでしょ。カウアン・オカモト君が15歳の時に性的なことをしたわけですよね。ジャニー事務所の当時の社長のジャニー喜多川氏はね、同じように綾野剛やってるでしょ。17歳の女の子に酒飲まして猥褻な行為してるでしょ。それを全然取り上げない。で、テレビ局がやりだしたら、ちょっとぜひ、カウアン君ヒアリングさせてくださいっていう、まあずる賢い、ほんと汚いやつらですねこいつら。もう本当そう思いますわ。お前らがどんだけ国民から今嫌われてるか。民主党なんていうのはね、子供手当2万6000円毎月出します、高速道路無料化します、ガソリン税廃止します、消費税は 5% からありえませんとか言うだけ言って、消費税は 8% に上げるし、子供手当は1円も出さないし、当時土日祝日は1000円だった高速道路が、料金が結局無料になるどころか、カウアン君、もしもし、立花です。これちょうど今収録中なんだけど、この電話とりあえず録音して、今ちょうどカウアン君の動画作ってるとこやってんよね。まあガーシーからも連絡いってると思うんだけど、はい、どっかの政党がカウアン君を取り込むのはもう絶対やめた方がいい。どっから依頼が来たのこれ、明日のヒアリング。週刊文春さんと話してて、こういう会があるよっていうので聞いて、僕はまあその政治はちょっと分かんなかったんで、まあ、その法律を変える方向でいけるのであればいいですよって言ったんですよ。それで、うん、あ、いいですねって言っ
ったらさっきニュースになったじゃないですか、Fニュースかなんかで、あ、はい、でそれで結構周りから今の立花さんのような意見が結構上がってきて、うん、やったほうがいいんじゃないっていう、これはねちょっと違うじゃんっていう、うん、直近で言うと例えば森友学園の籠池さんなんかももうこれでえらい目にあって刑務所行くようなことになっちゃったし、刑務所行くんですかこれで。いやいや、あのだから刑務所行くことはもちろんかあの香川君行くことはないんだけど、例えば森友学園 の、 あのご夫婦は結局はこの立憲民主党と組んで全然えらい目にあった、はい、まずこれ事例を出してるんだけど、あと同じく森友学園で文書を改ざんさせられた人がいて、はい、赤木さんって人自殺したんだけど、この人の奥さんが結局この立憲民主のヒアリングに行って、それで裁判あんまりいい方向に進んでないのよ。うん、そうですね。うん、でだから本当明日法務局に電話をしてね、法務局の連絡先とか知らない。わかんないです。はい。要はこれの窓口は文春の記者っていうことかな。そうです。文春の、はい。うん、でこれはね、とにかく。もう絶対立憲民主党だけのヒアリングなんかに行ったら国民が、あ、そっちか、いわゆるその左って言って選挙の時に有利になるように話題作りの方で行かれてしまうって 見られちゃうのよ。なるほど。このだって立憲民主党だと今まで知ってたのにカウアン君に声かけなかったわけでしょ。まあ確かに、はい、だって俺が4月の20日に政見放送出してるんだから、はいはい、それを見て、それで立憲民主党からカウアン君に取材が来てるんだったらわかるけど、もう急にテレビ局がやりだしてさ、ジェリーさんが謝罪して今飛びついたら票が取れると思ってやってるだけなのよこれ。なるほどなるほど、うん、それは確かに良くないですね。これはだから本当にね、うん、法律を変えたい、変えるなら行こうかなって思ってたんですね。そう、うん、それなんかもう事情があるって分かってなかったんで、うん、政治的目線で見るとすごい悪いってことですよね。そうそうそう、だからもう全然ね、別に自民党の味方するとか立憲民主党とか NHK 党とか関係なく、カウアン君の経験を法律の改正とかにつなげたいので、特定の政党じゃないところでのヒアリングに出たいと。ああそうですね、うん、はい、そう言われたらもうこの文春の記者も分かりましたで終わりよ。なるほど。その今言った後者の方に慣れてみればどうすればいいんですか。うん、だから文書の記者に言って明日のそのヒアリングについてはキャンセルしてくれと。はい。で文書の方でできないようだったら立花の方からこれ、はい、要はあの総務委員会とか法務委員会っていういろんな政党の国会議員が入っている正式な委員会があるのね。はいはいはい。いわゆる国会の行事としてやった方がいいっていうこと。あ、なるほど。これ明日の会議は立憲民主党の党の勝手な会議なのよ。なるほど。それをわざわざマスコミ読んでまでやろうとしてるわけ。めっちゃ汚いでこのやり方。ああ、なるほど。ああ、もうこれはもう。それが周りが言ってる利用されてるよってことですね。そうそうそう。結構連絡来たんですよもう。いや、そりゃ来るよもうだって今もう。絶対やめた方がいいよみたいな。利用されるやばいよみたいな。そう、もう立憲民主党よく分かってなかったんで。うん。まあだからよく分かってないって俺も分かったからさすがに。明日やめた方がいいですね。はい、これはとにかくもうだって慌てることないもんもうこれ。そうですね。しっかり法律を変えるっていうのが僕は一つやっぱゴールが。自分の中でこうどうしたら被害者っていうかそういうの減らせるかなと思った時やっぱり法律を変えることはすごいなと思ったんで、うん、そうだね、まあ、その方向に行きたいんですけど明日は絶対やめた方がいいですね、うん、明日やめた方がいい。だから順番としてはちゃんと国会の会議っていうか委員会の参考人としてカウアン君が行く方が絶対いいわ。明日言われてるのは立憲民主党の人しか聞いてくれないのよ。そういうことですよね、うん、これもう正直最悪こんな。なるほど。じゃあその正式な形はまたじゃあ立花さんに相談しながら。そうそう、だから明日とりあえずキャンセルしてもらって、はい、で文春の記者に全体のやつって言ってそれができないようだったら、はい、うちの方から自民党っていうかその法務委員会か総務委員会どちらでもいいんだけど、はい、カウアン君を読んでヒアリングしたい勉強会したいっていうのをこっちの方からちゃんと場を作るよ。やっぱりね自民党が入ってないと法律できないのよこれ。意味がないところですよね。そう、結局立憲民主党は自民党がこれを放置してたとかって責めるだけになるのよね。ああ、そういうことか。それを言いたいだけになっちゃう。そう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 。それは良くない。それは愛じゃないですね。もう立憲民主党は今までこういうことをやり続けてきた党やから。愛の方向じゃないですね。僕が言ってる、うん。僕はせっかく事務所とかその被害者とこう愛の方向に行くようにやってるのに、うん、そっちの方向に行ったら全然なんか違ってきますよね。ね、だから。少なくとも立憲民主党は実績がないのでやめておいた方がいい。っていうか普通こういうヒアリングはみんなで聞こうって言うと思うのよ。しっかりこのちゃんと正式な国会一番ねそのちゃんとした場で、うん、フラットな場で
全然実現可能ってことですよね。全然そう、もうそれはもう絶対そっちの方がいい。だからとにかく必ずその場を設けるから。わかりました。じゃあ、うん、ちょっとその方向をすり替えて、さすがにそれは信用して、俺がこれまでちゃんとやってきてるでしょ。ありがとうございます、うん、ちょっとちゃんとすぐにこれ場をセットするので、立憲民主党を排除はしないくて、全ての国会議員が出れるような形でやります。はい、わかりました。はい、じゃあそういうことでよろしく。これじゃあもう出してしまうね。ああ、大丈夫です。はい、はい、じゃあそれね、ちょっと本当立憲民主党は危ないんで、はい、はい、ありがとう。めっちゃいいタイムで電話かかってきた。だから僕はちゃんとカウアン君との信頼関係を築いてるつもりなんですよ。ちょっとね、立憲民主党の悪口はちょっと言いましたけど、さすがにこれはなんか党利党略でやるのやめましょうよ、立憲さん。だから明日の12時のヒアリングはなしで、国会議員全体で聞いて、なぜこの少年に対する性犯罪がずっと放置されてきたのかについて、法律の改正や立法については、こんなの自民党も立憲民主党もないと思います。共産党も NHK 党もね。だからこそ国会全体で聞いて、ジャニーズ事務所で被害に遭った被害者が求めるような法律の改正あるいは立法を目指していくということで、よろしくお願いいたします。チューナーレステレビに買い替えて NHK をぶっ壊。